東京ドームからお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね？まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の気。打ちました、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には山崎が入っています。さあ、同点のランナーを得点圏に背負います。まあランナー気になるでしょうけど、ここはバッターに集中して無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。スタンドに入ります。外の球打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには雄平が入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいですよね。なるほど、ストレート打っていった、これは大きな打球、フェンスの上の方に当たった。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁到達、スワローズ同点、1対1。ジャイアンツさらにピンチが続きます。さあ、そして打席には村上が入っています。さあ、なおもピンチの場面。ちょっと嫌な感じでチャンスを作られたんで、勢いをつけさせないようにここで食い止めたいですね。なるほど、そうですね。さて、この村上どういうバッターなんでしょうか？まあ穴はありますけど、一発の怖さを持っているバッターですね。ああ、そうですか。センターへ、ワンバウンド、ヒットになった。ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、スワローズ勝ち越し、2対1になりました。ジャイアンツリードを奪われてしまいました。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。次のゲームは打線の奮起を期待したいと思います。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物、落とし物のないようもう一度お手回り品をお確かめの上、足元に気をつけてお帰りくださいませ。